省エネルギーセンターの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。この動画では、中小規模事業者様向けにですね、いわゆる製造業でない業務用の施設の省エネ対策につきまして、この目次に沿ってですね、お話をさせていただきたいというふうに思ってございます。で冒頭ですね、とりわけその業務用施設の皆様におかれましてですね、あの今後、 まあ、さらなる省エネを進めていただくということのみならずです、ね、まあ、従来の,その省エネの取り組みに、えーまあ、実施余地がないかということをご確認いただくということも踏まえましてです、ね、私どもでさあの制作をいたしましたその動画のご紹介を冒頭させていただきまして、でその上で,です、ねえー、業務用施設における省エネ対策および事例についてご紹介をさせていただきたいと、そんなふうに考えてございますよろしくお願い,いたします。 さて、その動画のお話でございますけれども、2023年の2月の1日にですね、診断ネット、省エネ節電ポータルサイトというホームページがございますんですけれども、こちらの中にございます動画チャンネルというところでですね、事業用施設におけるこれからの節電という動画を,動画をアップロードさせていただいております。これは YouTube で最終的にご覧いただくこともできるんですけれども、 えとこちらの動画の中にです、ねあの、これからご紹介させていただくです、ね、その事業用施設の省エネ対策の代表的なものでありましたりとか、あそれから、まあ、節電という言葉が入ってございますように、ま,あ、まさにその今自分の,です、ね、その節電対策、以前とはちょっと違うんですよといったようなことも含めたあのご紹介をさせていただいておりますので、えー、ぜひご確認をいただけたらと思います。 で、ようやくだけ申し上げますと、えー、ここにもメリハリのある節電というふうに書かせていただいておりますけれども、おまあ、メリハリっていうのは何ですかというお話になるわけですが、えーまあ、普段はですね、その可能な範囲のですね、あのまあ、言うなればその無理や犠牲のない形でのですね、節電をお願いしますということと、それからその電力需給の逼迫がどうしても生じてしまうような時間帯やそういった日にはですね、さらなるお取り組みをぜひお願いしますということ。 そしてもう1つはです、ね、これはとりわけ冬がそうなんですけれども、その電力需給が逼迫するタイミングで一番こうリスクが高い時間帯というのは、夕方なんでございますけれども、その夕方の節電への,です、ね、そのご理解みたいなものをです、ね、いただければという趣旨でまとめさせていただいておりますので、繰り返しで恐縮でございますけれども、改めてぜひご確認をいただければ幸いでございます。 さて、えー、本論に入らせていただきますが、えー、業務用施設における省エネ対策ということで、えーま、業務用施設といわれるものをですね、これはあの公共、民間問わずでございますけれども、えーま、ビル、建物を、えー 事業所ででですすよね製造していないいいな用途のものももというととううころでご理解たただけたらと思うんですけら思んども、まあ、そういったようなところというのは、大体空調というか冷暖房ですよね、主には、えー。それから照明は少なくともどこでも使いますと。まあ、用途によっては給湯を使います。あるいは蒸気を作ります。えー、それから高い、比較的高い建物でしたら、エレベーター、エスカレーター、そういったものは使うでしょうし、えー、例えば地下駐車場みたいなものがあれば、 駐車場用の換気ファンがあります建物がある程度大きくなれば、あの中小規模事業者様においてもです、ね、当該事業所で,です、ね、その変圧器、トランスとかキュービクルとかって言,って言い方をいたしますけれども、そういったようなあの装置を置いて、まあ、近くを走っている電柱から電気を受け取るというようなことをしますよね。そのための変圧器そのものも、まあ、いろんな損失もありますよなんていうお話がありますので、まあ、こういったことを主なターゲットとして、 で、まビル建物ではま省エネをすると考えるといったようなことになります。まああえて申しれば、ここの表に書いてないところで言うと、冷凍冷蔵設備ですね。 コンビニエンスストアでありますとか、スーパーマーケットでありますとか、ああいったようなところはですね、かなりこの冷凍冷蔵設備のエネルギー使用の割合が大きい。例えば、それが入っていないこの事務所とか大型店舗とかっていうこういった用途であれば、大体ですね、空調と言われるエネルギー消費量の全体に占める割合っていうのは、 事業所だと39%、大型店舗では46%、うんぬんと、おおむね半分、あるいは過半以上が空調なんですけれども、えー、先ほど申し上げたような冷凍冷蔵設備のエネルギー使用量が多い、まあ、これはあの24時間営業であったりとかっていう理由も含まれるんですけれども、こういった場合であれば、むしろこちらの冷凍冷蔵設備の方が、 過半を占めて、まあ、空調はそれほどでもないといったようなことも中には出てまいりますので、まあ、その場合には、えー、重点は空調ではなくて、こちらの方をといったようなですね、あの考え方で進めていただけるとよろしいかと思います。で重要なことは、えー、業務用施設においては、今申し上げた冷凍レス、冷蔵設備を加えてもなお、まあ、大体テーマが決まってますと。ですから、やる方法はある程度決まってますよということが一つと、もう一つはあ、エネルギー消費割合で見る 普通は空調が一番多いので空調をターゲットするのがオーソドックスですけれどもそうでない場合もありますということですねそれからもう1つあえて使い加えさせていただきますとどこでも照明は使うので照明の省エネというのは LED 照明への更新も含めてですけれどもあの検討いただくこといいんじゃないかとそんなふうに思っております。 でその業務用施設における省エネ提案項目例ということで、えー、このような形でいろいろと例を挙げさせていただいております。まあ、細かくご説明させていただきますと、それもちょっと時間が全然足りないのかなというふうには思いますけれども、あのー、私一つだけちょっと申し上げておきたいことがありますんですけど、これ例えば給湯とか給排水とかってありますよね。ここの部分。で、ここの中に、 例えば、水栓類の節水対策として、節水コマって書いてあったりとか、あるいは、節水シャワーヘッドの更新とかって、要するにその水そのもののこう使用量をこう減らそうというようなですね、あの意図のものが入っています。これ、省エネなんですかってよくご質問いただくんですけど、これはもう省エネなんですよね。特に、節水シャワーヘッドの更新っていうと、まあ、シャワーですから、普通は多くの場合、えー、お湯も作るんですよね。 で作るお湯の量が減ると給湯器の燃焼のためあるいは電気をでのあいは電気なんですけどもそのためのやっぱエネルギーの使用量って減るんですよ。減るんですよ。で,でそれって大型の施設例えばその おーまあ、いろんな用途でですね、お湯使われてると思うんですけども、そういった、例えばどうでしょうね、老人保健施設とかですね、ホテルとかですね、ああいったようなところで使うシャワーのシャワーヘッドが節水型になりますと、例えばヘッドが、シャワーヘッドが3従来より3割節水ですと。 全然、あれですよ。あの、体に当たる感じでは変わらないんですけどね。そういったものにもし更新できたとしたら、3割分の熱が必要なくなるということになるんですよね。これは大きな省エネになります。設備の設計そのものも、例えばそれを更新しましょうってなったときに、ダウンサイジングできるかもしれないとかですね。まあそういったことにも実は繋がってまいります。 ですから、電気代とかガス代とかっていうことももちろん大事なんですけれども、業務用施設においては、これはまあ実は製造業同様なんですけど水もそこそこ使うので、その水をお湯にしたりしてですね、使ったりするような用途においては、確実にこの給湯器とかっていうそっち側だけじゃなくて、そこで出てきた水ですよね。 こういったところにですね、ぜひ着目をしていただければいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。で、今のお話っていうのは、実は非常に他の分野にとっても大事なことでありまして、今、熱って申しましたよね。例えば、その空調設備もそうなんですけれども、 空調設備って、まあ、お部屋を例えば冷房をかけたいときは冷やすとか温めるとかっていうことをまあしているように、まあ、現象としては感じるんですけども、まあ、要するにそのお部屋の中に入っている熱を、まあ、冬であればなるべくこう温め、夏であればうまく外へ吐き出すといったようなことをするんですけども、 その熱を単にあの出し入れするのはエアコンがだけがやるわけじゃなくて、まあ、実際には今特にその、これこれどうでしょうね、ウィズコロナなのかポストコロナなのかなんとも言えませんけれども、えー、換気もしながらやらなきゃいけないわけですよ。換気もしなければいけないですよね。 マスクは取ることになるかもしれませんけれども、今すぐじゃあ、そのコロナ前みたいに換気をもう目いっぱい絞って、エアコンのエネルギー消費量をできるだけ効率よくしましょうっていうのは、理屈の上では分かるんですけど、なかなか難しいよねっていうことがありますんで、その換気をどうやってやっていくのかっていうことを念頭に置いて、換気も当然外から入ってくる夏だったら暑い空気、冬だったら冷たい空気という、 その空気が持っている熱の移動に関わるものであって、エアコンの電力消費、エネルギー消費に関わるものでありますので、ここの部分をですね、今後どうしていくのかっていうところですね、これは中小規模事業者様に限らずなんですけども、この辺はぜひですね、ちょっと意識をしていただければなというふうに思っております。で、この資料にもちょっと書かせていただいたんですけども、 大体、えー、空調とか換気とかっていうカテゴリーにおいてですね、代表的な省エネ策として、えー、空調の設定温度、まあ、冷房と暖房の設定温度を適正化しましょうなんてあるわけですよ。経済産業省さんでは、あの夏は28度、冬は20度に室温自体がなるようにということでお話をされていらっしゃると思うんですけども、その室温になるように、 設定温度をいじるわけですけれども、その設定温度が例えば冬、なかなかこう 20, 度にでき20度近くにできない、夏であれば28度近くにできない、これ、実はですね、換気が理由である場合も結構あるんですよね、えー、そういったことも念頭に置きまして、要は冷暖房でちゃんと省エネできるような環境づくりとしてもっていう意味でですね、あの換気にちょっと着目をして、今日は少しお話をさせていただきたいなと、そんなふうに思ってございます。 でえー、換気のお話に入る前になんですけれども、えー、業務用施設では今申し上げたように、えー、エアコンをたくさん使いますと、空調というかですね、えー、場合が多いわけですね。我,まあ、我々は PAC と書いてありますけど、パッケージエアコン、まあ、つまりはご家庭用のエアコンのちょっと大型のものというようなイメージでもよろしいのかと思いますけれども、 えとこういったものはです、ね、実はその室外機そのものを、例えば、には熱交換器というのが入っていたり、フィンで冷却をしたりするんですけれども、あのこういったものをです、ね、きれいにしてあげるというのは、実は省エネにつながるんですね。 えーまあ、ご自分でやられても結構なんですけど、まあ、最初はあの業者さんにお願いをして、どういうふうにやってるんだろうみたいなことをですね、ちょっと学びながら次は自分でやるかぐらいのつもりでですね、えー、やっていただくのが一番ローコストな、で適切な洗浄方法になるのかなというふうに思いますけれども、えー、本当に10%ぐらい平気で下がります。 えー、苔がついてるとかですねあるいは鳥がぶつかってなんていうのもありますけれども、まあ、苔もそうだしその、えー、砂がこう詰まっちゃってるとかですねあの結構あるんですね。えー、と例えばその 地域によってはですけれども、その室外機が置いてあるところが、例えばスーパーマーケットさんの店舗の外で、その隣が畑ですとかいうなると、もう結構な勢いでですね、風が吹くたんびにその土を吸い込んでしまっていて、結果的に。えー、それはあのもちろん、その、うんえー、省エネっていうこともそうなさることながら、まあ、故障の原因にもなるんですよね。まあ、その定期的な点検とかっていうことも意識しますと、えー、こういったものをなるべくこう掃除をしてあげるっていうのは、まあ 非常にいいんですよね故障の予防にもつながるかもしれない省エネにもつながるかもしれないということですよね。こういったことを定期的にされるとよろしいと思います。特にこういったものはいわゆるフロン排出抑制法の対象になっている設備であることがほとんどでございますので、そういった特に 7.5kW と言われるような比較的に大きなものは特にですけれども、まあ、あの少なくともその洗浄云々はですね、夏の入り、冬の入りとかっていうタイミングで年2回は少なくともですね、あのお取り組みいただけるといいのかなと、そんな風に思ってる次第でございます。で 今のような取り組みって何ですかって話なんですけども、右上にもちょっと書かせていただきますけど、性能の回復なんですねあの。高効率になるっていうのはもちろん省エネになる、まあ省、要は今よりエネルギーが減るっていうことになるわけですけれども、今申し上げた話っていうのは、まあ、減るっていうのは現象としてはその通りなんですけども、実際には、えー、増えていかないようにする。 っていう考え方でもいいと思うんですね。ある種の歯止めと言ってもいいと思いますけれども、こうしたですね、その今、機械が持っている性能をちゃんと引き出すということは、これは立派なエネルギー管理の活動であって、ひ、まあ、いてはその省エネにつながる取り組みにもなるということでございますので、こういったことをぜひ意識していただければと思います。 人によってはですね、この室外機に、例えばそのサーモグラフィー、いわゆるその温度の分布が見れるようなですね、そんなものをこう使ってあげて、 こう、汚れてないかななんていうチェックをしたりとかっていうふうにするんです、したりする方もいるんですけど、今はそういったある種のその便利グッズにと言っても過言ではない、比較的安価で使い道のあるいろんな計測器なんかもありますんで、そういったものもぜひご活用いただきながらですね、業務用施設の省エネにお取り組みいただけたらなと、そんなふうに思っております。 で、えー、性能回復という意味で申しますとい、いろんなところに実はそういうのあるんですね。えー、これはあの少し大型ではございますけれども、まあ、建物としては実はあいわゆるその超大型ではないところなんですけども、この実際の事例なんですけどね。これ何を言っているかと言いますと、えー、これあの厨房がありまして、ビルの中にですね、その厨房の中に、えーまあ、要するに換気扇があるわけですよ。 5.5kW って書いてありますけど、ここにあるそのモーターの大きさが 5.5kW って言ってるんですね、えー。結構なパワーでですね、その、例えば調理場で、えー、何でしょうね、油物やなんかをこう調理した、その廃棄をするわけですね。廃棄をこんな結構大きなモーターでやってるよっていう、これ結構大きいモーターだから大きい厨房なんですかっていうと、そうではないんですよ。あの、 この辺って、特に一般の飲食店さんでも、比較的こう大きな換気扇をお使いのところって割とあるんですね。で、この厨房用のファンみたいなものが大型になってくると、こうやってこう、プーリーと言われるものがあったり、V ベルトって言われているものがあったりとかして、このファン自体をこのモーターでぐる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 回したりするんですよ。 えー、ところがですね、これ、あのほったらかしにしていると、このベルトがブラ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 ってなってきて、そのブラブラブラが実はこのエネルギーロスにつながります。あのモーターが、要はので、回転している力がファンにちゃんと伝わらないっていうことで、それは無駄運転になるんですよね。えー、ですから、そういったものを、プーリーを直してあげる、ベルトのテンションを直してあげる、さらに言うと、いくらか柔らかいですね、省エネにつながるような V ベルトに変えてあげるみたいなことをしてあげると、あの実は省エネになるんですよ。 はい。どっちかっていうと、これってもともとブラブラしてたわけじゃないですから、メンテナンスをするっていうことなんですね。明らかな異常の修繕をしているってわけですけども、こういった修繕で性能を回復をし、さらにベルトを柔らかくできればですけども、して、商品をやるみたいなことは、まあ、考え方としてはあってもいいと、まあ、こういうことになるわけです。これを実はこの資料でご説明させていただいています。 まああの数字上はカタログ値とかで見ると結構省エネになりそうだということなんですね。特にこの上の A と B についてはですけれども、今ので8.5%みたいになってるんですけど、まあ、実際ここまで出るかどうかっていう議論はあるんですけれども、イメージとしては性能回復をきちんとして、ある,あるいはその、えー、割と安価にです、ね、取り替えることでその省エネになりそうなものはぜひ採用していきましょうと、これでいう V ベルトですね、プーリーですね。こういったものをぜひご,ご検討いただければと思います。 まあちなみにその、ここにはファンの INV と書いてありますのは、インバーターという装置のことを言ってるんですけども、そもそもこんだけ常日頃回転数が、つまりその排気量が必要ですかっていう議論も中には出てくるケースもあるので、その場合には、インバーターなる装置で周波数の調整をして回転数を変えてあげて、 回転数を落としてあげるとですね、周波数を下げて、すごく大きな省エネになるものですから、そういったものも検討してみていただけます、いただいたらどうですかっていうようなことが、この資料には、実は書かれております。で、これ、翻って考えてみますと、例えば、その飲食店さんとかなんかでもそうなんですけれども、例えば、営業前にですね、店舗に入りますと、その、ご主人がですね、 で入るときは何事もないんですけども、調理を始めて換気扇をバンと動かし始めると、えー、たそのお,部屋お部屋じゃないや、そのお店の入り口のですね、えー、ドアが開け閉めするためにヒュー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 いったりするっていう店舗って多分、えー、終わりじゃないかと思うんですよね。これ何、何が起こってるんですかっていうと、えー、室内の空気を外へ吐き出しているんですけども、外から空気が十分に入ってこない。 あるいは外からの空気を引っ張ってきてしまう室内、ですねそのドアが開くたんびに。それの風量がかなり大きいので、風邪用の音が鳴ってしまっているということなんですね。まあ、言い方変えると、お部屋の中の方が圧力が。 下がってしまう負圧って我々言いますけれども、こういったような状態になってます、えー。負圧になると何が問題ですかっていうと、外から空気がたくさん入ってくるわけですから、あいうことですから、冷暖房をかけているときに、その冷暖房の負荷になる暖気、夏だったら、えー、冬だったら冷気がどんどん入ってくるということで、まあ、あんまり省エネ的には良くないんですよね、そういう状態は。 ま、翻って考えると、じゃあ、その、吸気と排気のバランスをうまくとって、換気もちゃんとできながら、あー冷暖房の省エネができるといいよねっていうことになるわけで、まして今、あの、換気が、あーある種求められているような、あー環境の中においてはですね、そういった配慮もした、あ事業用施設の、その、換気のあり方っていうのはあってもいいと、まあ、こういうことになるのかなと思います。そういった視点で、 ですね、その換気の冷暖房への影響っていうのをぜひ考えていただきたいんです。今私がご説明申し上げた、あの換気扇はある。 以上みたいな建物ですねこれはあの、ここにも書いてありますけど、第3種間期というふうに我々はあの分けさせていただいてますけども、まあ、要するにお部屋の中が負圧になりやすい、こう、べっこりしちゃうっていう、まあ、こういうイメージなんですね。まあ、これ、ここでは湿気という議論をしてますけどもちろん、冷気、暖気も外から入ってきやすくなってきてしまうとこういうことになります。で、えーまあ、これだと省エネ的にもどうよって話になってしまうので、 何、えー、かいい方法がないんですかっていうと、この第1種換気と言われるものですね、その換気扇を、これでうこうちょっと細かいですけど、外に廃棄するだけじゃなくて、吸気の換気扇も入れると、外から入れる換気扇なんですね、これ、両方同じ大きさだったら同じだけ出入りするはずなので、換気はするんですけど、バランスは取れるっていうことになるので、今みたいにヒュー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 行ったりは、まあ、しないということになりますね。 ですから、そのドアが開いたり、窓が開いたみたいな時にですね、その、まあ、必要以上には換気はされないと。ただ、そうは言っても、その、外から空気を、例えば、暖房かけ、冷房をかける時期であれば、暖気が入り、せっかく冷やした冷気を外へ出すみたいなことをし続けるということになるので、これはもったいないねと。だから、換気と冷暖房の省エネは両立しないんですかみたいな話に、このままだとなってしまうので、 え、なるような方法を今後はぜひ考えていきましょうと、中小規模の事業者様におかれましてもというのが次からのお話になります。えー、そんな夢の装置があるんですかっていうことなんですけども、夢どころか昔からあるんですよね。えー、全熱交換器という名前になっています。えー、 あの実際にはですね、あの商品名の方がポピュラーになってしまってですね、えー、今日はちょっと名前は申し上げにくいんですけれども、あのロスなんとかとか、ベンチなんとかとかって名前になってるですね、あのリモコンがあの建物の中にあったりする場合はですね、それは全熱交換器、つまりは今申し上げた吸気と排気を両方やってくれる装置であって、さらにですね、 あの例えばこの右側の図にもございますように、えー、外から入ってくる、例えば冷房をかけている時だったら、暖かい空気と、暖かい空気とですね、えー、中から外へ吐き出す、冷やされた空気と、まあ、熱交換。 あしててあげてですねえもう、要するに、外が32度だ、5度だってなってる、そのあったかい空気を直接お部屋の中に放り込むことなく、お部屋の中がもしもう28度だったら、その28度の空気と熱交換をさせてあげて、少しでも外から入ってくる空気の温度を下げて、正確には温度と湿度を減らして、で、お部屋の中にかけている冷房なら、冷房、エアコンですよね、例えば。 のエネルギーの使用量をなんとか減らすようにしましょうなんていう便利な機会があるわけでございます。で、えー、あ、じゃあいいねっていう話になるわけですけど、実は今のようなちょっとくどくどとしたご説明をしさせていただいて、それをこう頭で分かった上でですね、えー、どういうふうな運転をしなきゃいけないかねってことを実は考えなきゃいけないんですね。自動運転っていうのもあるんですけど、装置によっては。 ですけどもあのどういう時にそういう換気のやり方をするのがいいのかということ、要は入れりゃいいって問題じゃない装置なんですよ、これそこの部分がです、ね、あのちょっと難しさがありますので、少し簡単に考え方を今日はご紹介させていただきたいと思います。 要は、今申し上げた、その、全熱交換器になる機械のですね、その運用のルール。あの、そもそもですけども、今、中小規模事業者様、本当に、あの、小さな店舗でもですね、え天井を開けたりとかっていうことをしなくても、その、床置きのですね、全熱交換器とかっていうのは、メーカーさんにも出てきてますので、えましては、あの、補助金やなんかも、出るケースもありますんで、えぜひ、そういったものもうまく活用していただいて、え要は、安心安全な、 業務用施設にする、それと省エネとうまく両立するものとして、全熱交換機能の活用はぜひお勧め申し上げたいと思うんですけれども、その時に運用ルールをぜひ考えましょうということですね。でえ 今も申し上げましたけれども、お部屋の中と外の空気を入れ替える、ですから換気をするというわけなんですけれども、全熱交換器にはそもそもなんですけれども、今申し上げたように、その外と空気と中と空気と入れ替えるやり方として、熱交換をさせるケースと、いやもう単純に換気をさせるケースと、実は2パターン実はあります。な、え、ん、ー、でですかっていう話になるんですけれども、えー、いやいや、何でですか そうなんですよね。普通換気の方、要はもったいないじゃないか。そのもったいないじゃないかっていう考え方は、冷暖房が入っているときはもったいないんですよ。でも、例えば冷暖房が必要がない、つまりは外は、えー、結構涼しくて、でもお部屋の中にはいろんなパソコンとか人間がいるから発熱があって、なんか冷房かけたいよねみたいな、例えば6月とか9月、10月ぐらいな気候ってあるじゃないですか。ああいう時に冷房を入れるんじゃなくって、 そのまま外気を入れればいいんじゃないっていう時期だってある。まあ普段で言うと窓を開ければ済むんだよねっていう、そういう時期の時は無理してその外と中の空気の入れ替えるなんてことはしないで、もう直接空気入れればいいじゃんっていうケースもあるわけですよ。こういう場合は実は腹痛換気を使うといいんですね。そういう設定にして。まあ言い方を変えれば、あそういう時期は換気をすることで、 えー、冷暖、冷房やんなり暖房なりのをですね、の運転時間を短くするということができる。冷暖房をかけるよりも換気装置の方が全然エネルギー少ないので投入されるものはですね、それは省エネになるんですよ。ですからそういったあの使い方をもうした上で、で、冷暖房がかかっているときは、時はですね、えー、全熱交換運転をすると。 ただ、あの、全熱交換運転をするとき、特に運転していただきたいのは、例えば、その、え、居室内のですね、その人口密度が高くなってくるとき、まあ、商業施設なんかそうですけれども、お客さんがたくさん入ってくる時間帯はもう確実に、あの、人間の口から出す CO2 の排出量が多いという意味で、え、室内の CO2 濃度でですね、その換気のタイミング、例えば 1000ppm という値を、あの、見てもいいんですけれども、まあ、そういった形で密になりそうになったら、 全熱交換運転をすると。冷暖房をかけているときにですね。そういうときはそういうふうにしてあげると。まあ、逆に今のケースで言うと中に人があまりいないっていうタイミングであれば、あそんなに密じゃないので、まあ、そんなに無理して四六時中動かすということをしないで、例えば時間帯でこう何,何分に一回換気をしますとかっていうようなルールを作ったりしてですね、必要以上にまあ換気をしないと。 ということですね必要なときはするんですね、必要ないときはしなくていいんですよあの、ほどほどにすればいいという意味でですね、そうやってうまく、先ほども冒頭申し上げました、メリハリをつけたですねあの換気をぜひしていただけると、そのウィズコロナ、ポストコロナと、それから省エネ対策をですね、まあ、両立させる安心安全な建物にできていくのかなと、そんなふうに思います。 それから、あの、業務用施設においては、その他いろいろっていうお話も冒頭ちょっと申し上げましたけど、簡単にその他の省エネ策というのをご紹介させていただきたいと思います。まず、あの、冷蔵冷凍設備なんですけれども、あの、冷蔵冷凍設備は、特にあの、ショーケースに代表されますけれども、あの、エアコンと同じように室外機があるもの、 があります。まあ、ないものもあるんですけども、あるものであればあの、それは普通のエアコンと同じで、室外機の洗浄みたいなものをぜひお願いしたいと思います。えー、それから、まあ、はっきり言うとヒートポンプという仕組みなんですけども、これも空調とショーケースは普通同じなので、えー、例えば設定温度を何て言うかな、下げすぎないとかっていうことですよね。あの冷やすっていうことなので、まあ、例えば、 あー冷蔵のショーケースだったら温度を2度とかくらいにしないで5度ぐらいにできないかとかですね、えー、そういったようなことをしてあげるとこれは省エネにはなる,なるんですよでこの資料は何を言っているかと言いますと実際にその温度を冷凍ケースとショー冷蔵ショーケースと冷凍ショーケース冷凍庫とですね温度の緩和をしてみて、えー、ですねその 電力を計測してみた結果なんですけども、まあ、今申し上げたように温度の調整をして緩和をしてあげると省エネになるっていうのはどういうふうに現れるかっていうとこれはあのインバーターという機械が付いてない、えー、比較的こう年配の機械なんですけども 要は動いたり止まったり動いたり止まったりということを繰り返してるんですけどもその繰り返す回数が減るんですね、まあ、考えてみれば当たり前ですよねあの同じ温度ある温度にするために冷やさなきゃいけないっていうパワーが減るわけですからそのパワーをかける頻度が減るよねっていう形で波形が変化するということになりますで実際このこの面積分がですね 減った面積分がですねですからあの、ある程度、これはちょっと例を挙げさせていただいてますけど、これぐらいの効果がありますみたいなことになって出てくるわけですね。で、冷凍冷蔵ショーケースの場合、特に注意をしなければいけないのは、あー エアコンと同じように確かに冷気を、まあ、夏、冷房かけてるのと同じようなイメージになるわけですけれども、えー、冷気をあんまりあっちへこっちへ発散させるのはもったいないんですよね。冷蔵庫に似てるものですから。ですから、なるべくその、えー、と、その冷気がちゃんとこ,うこもるようなもの。 例えば、リーチインなんて言い方したりもしますけれども、こう、扉がついているようなものをしたりとか、あるいは夜はナイトカバーをかけたりとか、そういったようなもの、まあ、解放型のものはですね、あの、そうやってあげて、どうしてもそれは、あの、冷蔵冷凍品は、あの、 ショーケース止めるわけいかないので物を悪くしちゃいますからね、えー、そうならないようにはするんだけれども、なるべくあの余計な発散をしないようにということですね、これも結局、熱の議論なので、熱を発散させないで、なるべくこもらして上手に使ってあげるといったようなことをしてあげると、省エネになりますと、まあ、こういう事例でございます。 それから二つ目は給湯設備ですね。お湯の話をさせていただきましたけれども、あの、水の量もそうなんですけれども、あの、せっかく温めたお湯が冷めないようにするという意味で言うと、やはりその放熱ロスをきちんと低減する。これはあの、ボイラー、温水ボイラーの例ですけれども、配管はもちろんのこと、バルブフランジはもちろんのこと。まあ、古いボイラーになると、そのボイラー自体からも発熱をしちゃってるとかですね。 まあそこら中から熱を漏らしちゃってるということになるわけです。今、電気代だけじゃなくて燃料費も高いですよね。そういったような状況の中で、例えばボイラー室が熱いとかですね、そういったような直感的な感覚を思い出されるところがありましたら、大概こういう放熱になってますので、ここをですね、なんとか放熱ロスを止めるための保温材をつけてあげたりとか、そういったことをしてあげるといいと思います。でちなみにこの写っているもの、写真あるじゃないですか。 これの、まさに先ほどご紹介申し上げましたサーモカメラでございます、あのスマートフォンとかにです、ね、そのカメラをつけて、スマートフォンがサーモカメラに大変身みたいなです、ね、そういったものもちゃんとしたものですよあの、売られたりもしております、あるいは先ほどの換気の例でいう二酸化炭素濃度計とかっていうものも、相当精度がいいものであっても、えーまあ、事業所でちゃんとそれをデータ取ってとなったとしても、何十万とはしません、せいぜい何万円です。 で固定資産になるような金額じゃありませんので、過半型のものとして、そういったものを、例えば会社様で用意されて、特にあの小規模な事業所様ですと、そういったそのビール管理法とかのルールに基づいて、そういった値を取ったりしてないので、二酸化炭素濃度計とかを使ってないので、そういったものを自主的に判断するために、そういったものをご用意いただいてもいいのかなと、そんなふうに思います。これはまあレンタルというより、 まあ、金額としてはものすごく大きいわけじゃないので、まあ、少し1台でも2台でも検討していただいたらいいんじゃないかなと、個人的には思います。そして最後になんですけど、繰り返しになりますけれども、あの、熱っていうのは実は重要でございまして、 えー、例えばその窓から入ってくる熱、まあ、夏であればその熱が直接入ってくればお部屋の中を温めてしまうということになるわけですね、まあ、冬だったらそれは温まるからあーいいじゃないってことになるので、夏だけなんとか直射日光を窓から当てたくないねっていう,ふうに考えるわけですけれども、まあ、建物、まあ、ある程度のリニューアルが可能であれば、こういったちょっと日差しをです、ね、夏だけこう,うまく日が入らないような工夫ができたりするといいよねと。えー冬 は入っててくるよううにななんんいうやりり方もありますということなんですと、ね、とこでね左側にこれブラインドがついていてブラインドなりカーテンなりでやればいいじゃないって思われるかもしれないんですけれども普通に考えたらですねそのこの日射を止めるために例えばカーテンを下げるブラインドを下げるになるとこちらのお部屋の中が暗くなる可能性がある。 暗くなるときにここの照明つけたりするっていうことになると、えー、照明とのエネルギーが増えちゃうじゃないかと。こっちは減るかもしれないけどっていう、ある種のトレードオフが起こるわけですけれども、まあ、一般的にはですね、あの冷房の負荷の方が照明の電力消費量より大きいので、えー、まああのそこはブラインドでいいんじゃないかという気もしますけれども、 あの気になるようでしたら最近ものによってはそのブラインドのですね向きがこう,うまくひひひ光を入れてくれるような角度に一枚ごとにいじれるようなものがあったりとかですねあのそういったものもありますんでえそれはもの物によってはあの工夫の余地がありますのでぜひその 光をですね、必要な時に必要なだけこう使えるようにしてあげるなんていうこともあの、ぜひ考えていただければいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。えー、ということで、えー、業務用施設の省エネのお話はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。